スキーズインプレッションです。はい、今日は朝早くから白子に来ております。はい、サニー向井さんのテニスコートで今日はちょっとインプレの方を送っていきますのでよろしくお願いします。ご協力いただきますのが、はい、アポロコーストテニスクラブの向井和彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、今私が手に持っている皆さんがつけていただいているこのダボラルをちょっと使ってインプレをしていきたいと思います。まあバランスが整うとか体幹が整うとかよくよく提供いただいているので、これを使って感覚的にではなくてスマートテニスセンサーを、はい、ね、使ってちょっと実際にデータとしてどれぐらい違いが出てくるのかと。サービスですね。今日はサービスのスピード、はい、サービスのストロークはさっき話した話、サービスです。サービスだと思ってたけど、僕は。ストロークやらなくていいんですか。さっきはストロークなんか4球ぐらい打って、なんかフォーバック4球打つぐらい打って。ストロークはね、要はストロークは相手の球に影響されるんで、趣旨的には単純にこうちょっと横に出して手出しで打ってもいいかなと思ったんですよ。とサービスと、じゃあ両方やる。どうするの、両方やるの。僕がサービスだけだと。ストローク打ってたからストロークやる気満々だったし、あれはね、ストロークアップしたからだいぶストローク打つんだなと。ちょっと体を温める意味で。なるほど、うん、と思ったんですよね。はい、今日はですね、ソニーのスマートテニスセンサーを使って実際にどれぐらい、フォームとそれからスピード、ボールのスピードに影響が出てくるのかっていうのを具体的にデジタルで測定したいと思いますので、はい、皆さん見てください。はい、はい、今日の測定方法ですけれども、ブラインドテストを行いたいと思います。まず私が首に巻いているのが本物のザウラルです。はい、それからこれはイミテーションなんですけれども、あのザウラル加工されていない全く効き目のない、ザウラルをもう一個持ってきてます。ダミーですね。はい、はい、今回はこの巾着袋に、どちらが入るか分からないです。実際にテストをするプレイヤーのポケットに後ろからこっそり入れるので、実際に試されるプレイヤーの方は本物が入っているのかイミテーションが入っているのか分からないという状態で実際の数値を測定してみたいと思いますので。じゃあこれは首にかけてなくてもいいってことですね。そうです。ザウラルは基本的には体のどこか一部にひっついていればその効果は変わらないというふうに聞いてますので、そういった今回ブラインドテストをしてみたいと思います。はい、よっ、じゃあ早速、テストしていきたいと思います。フォア10球バック10球工業に出しますので、いきます。はーい、こちらの、はい、2ラウンド、はい、いきます。はい、第2ラウンド終わりました。巾着を返してください。違いは分かりましたか。打ってる側としてはすごいこう、うん、全然っていう感じではないんですけど、それがちょっとデータとしてどう出るのかがちょっと気になるところなんですけど、ね、まず最初のデータですけれども、はい、つまり、偽ザオラ、偽ザウラルをつけて打った20球ですけれども、まず着目したのはスイング速度とボール速度ですね。大体スイングは120キロのスイング、ラケットの動きとしては120キロでラケットが動いて、飛び出したボールの平均速度は117キロという形になってます。で、まあボールの回転はプラス 3.9、 相対値ですけれどもマイナス10からプラス10まで出るプラス 3.9 なので、やや強めのスピンがかかったといったようなイメージだと思います。で、打点の方は大体真ん中の少しトップ寄りに
当たってたという。これちょっと覚えておいていただいて。じゃあ、後半に打った形はどうだったか。まずスイング速度。これ前半と全く一緒。120キロ。平均ですね。20キロの平均が120キロ。それに対してボールの速度が平均118キロ。さっきは117でしたよね。ですから1キロ上がったということですね。つまり同じスイングの速度、同じパワーを使って実際に相手に脅威を与えるボールの速度が1キロ上がってるっていうことなので、まあ体幹が安定しただとか、よりリラックスできたっていう効果がボールのスピードに変わったということだと思うんですね、うん、なので、まあ、本来は後半なので少し体力的にも疲れてきたかなと思うんですが、逆に本物ザラルをつけた後半の方が1キロですけれどもスピードアップしてるっていうことなので、まあ、1キロといってもね、実際試合になれば長丁場ですから、うん、その中の平均の1キロ上がったっていうのは非常に大きな結果が出たんじゃないかなっていうふうにテニスセンサーを見る限りは言えるのかなと。はい、じゃあ行ってみたいと思います。本物のザウラルとこれ、じゃあの某他社製の商品でございます。ちょっといたずらしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。最初はじゃあこっちで、はいはい、はい、1球目でーす。1球目反戦へ、じゃあこれでいきたいと思います。はい、私の前半スイングが102キロ、やっぱフッキーさんの方が早いですね、うん、でボールは96キロ、ちょっと打点も中央から左寄りかな、まあ、102の96で回転がプラス 4.6キロ、これが最初の20球。後半の20球、私のはおスイング100のボールが93、落っこっちゃったな。ボール速度が3キロ後半落っこちてますね。だからボールの回転はプラス 4.6 なので同じですけども、相手に向かって飛んだボールのスピードが3キロ落っこっちゃった後半、うん、ということはこの数字だけを見ると私のプレーは前半の20球の方がボールに対してはすごく良かったっていう結果ですけども、ザオラルちゃんはどうだったんですかね。ザオラルちゃんは1回目の方に、はい、おお入れてます。1回目が本物ザウラル。そうです、前半がこれいってます。わお、本物でございます。わおわおわお、これ数字は嘘言いませんので、はい、はい、なんでかなり違いが出たのかなと。おお、じゃあもう手放せませんね。ですザウラルですね。はい、いやーよかったないろんな意味でよかったね。いろんな意味でよかったですありがとうございます。アポロコーストの向井コーチの方に、実際やっていただきたいと思います、はい、こちらが本物ザウラル、こちらがイミテーションのザウラルです、はい、さあ最初はどちらを入れようかな迷うな。
ない、失礼、今コメントするのちょっと怖い結構ね、おそらくこれから見ますけど結果は大きく違ってるような気がします、うん、はい、ちょっと感じてることあるんですけど、コースって言えないまずは前半の20球ですけれども、はい、やっぱり我々とはちょっと、形の異なる結果出てます。スイングが110キロに対してボールが113キロ出てますね。これウッキーさんも私も逆だったんですけれども、大きな特徴としてはスイングよりもボールがいってるって、プラス3キロですね、はい、この平均すると3キロボールの方が出てるっていう結果で、ボールの回転はプラス 4.2 キロ。なんか見る前に後半の20球でなんか変わったような感じたようなことありますか？後半の方がバランスが取れたような気がしますね。羽がバランスが取れた、地面をこう掴む感じっていうんですかね。なるほどなるほど、はい、どっしりした感じがちょっとあります。なるほどですね。じゃあちょっと数字の方を見てみますが、後半はスイングが111キロ先ほどよりスイングは1キロ上がっていて、大事なボールスピードの方は117キロなので、さっき113だったので、はい、ボールがプラス4キロ速くなってるって、これすごくいい数字が出たということですね、はい、ほぼ同じスイング速度で、プラス4キロボールが速くなったっていうところ、ボール回転は先ほどプラス 4.2 のプラス 4.1 ですからほぼ変わらずですね。スピン量は変わらず、スイングもさほど変わらず、はい、ただ結果としてはボールが3人の中では一番大きいプラス4キロを記録したということなので、おそらくご本人が感じられたちょっとバランスがすごく取れてる感じで打てたっていうのが、結果的にボールのスピードがプラス4キロ入ったっていう、上がったっていうところにつながったのではないでしょうかね、はい、はい、4キロは大きいですね。そうですよね、4キロは相当大きいですよ ね、 ですね、平均で4キロですから、はいはい、すごいいい数字が出たと思います。